はい。皆さん、こんにちは。山内大地です。ダメな図書館3つ。えー、皆さんね、オープンキャンパスで大学見学に行くと、大体図書館見学すると思います。高校の図書室と違って、大学の図書館というと、ものすごく広くて大きくて立派な大学が多いです。有名私立大学であれば、本が100万冊の蔵書があるなんていう巨大図書館を持っていたり、国立大学も 大体図書館だけでビル1本みたいなところが多いんですが、私、日本中の大学全部行きまして、図書館に入った大学は間違いなく3桁超えてます。数えきれないほどの大学図書館見学してきましたが、大変言いづらいんですけど、あんまりいいと思わないタイプの図書館があったので、皆さんが大学見学の時の参考にしてほしいんですね。一つ目、開花率が低い。蔵書が100万冊あるなんていうと、 100万冊の本棚を想像するかもしれませんが、実際には、ほとんどの本は、地下倉庫とかにあって、検索して機械で持ってきたり、図書館職員の方に持ち出してもらうっていう感じで、自分が自由に本棚の本を手に取れるっていう、開花率が高い図書館が限られてるんですね。もちろん、中には、大阪大学とか、 関西学院大学とかでは、まあ、全面開花に近い状態で、はっきり言って、100万冊の本棚があるんですよ。めちゃくちゃすごいです。ところが、有名大学、大規模大学であっても、開花率が低くて、本棚に入っている本、自由に歩いて手に取れる本は、実は10万冊、20万冊で、あとの100万冊は、そうやって検索して持ってもらう、来てもらうしかない。 もちろん、大学の本ですから、手に取ったり借りることはできるんですが、そのすごい量の本棚じゃない大学って結構多くって、割と僕こういう大学表紙抜けでした。まあ、貴重な書籍ですから、その、本を守るためにしょうがないんですけど、僕個人は開花率が高い図書館が好きなので、もし皆さんもそういった開花率が高くて、100万冊の本が手に取れるような図書館があれば、まあそういう大学はおすすめかなと思います。 ということで、一つ目は、開花率が低い図書館は、ちょっとどうかな。二つ目、本だけ郊外移転。意外にあるんですよ。本をたくさんしまっとくスペースがない場合、よくね、郊外キャンパスってあるでしょ都心にキャンパスがあるんだけど、それ以外に郊外にキャンパスがあるっていう大学あるじゃないですか。こういう時になんとですね、本が郊外移転しちゃう大学があるんですよ。都心のキャンパス、学生数多いから、敷地も狭いし、 本を置く場所がなくって、本だけ郊外へ行っちゃうんですね。検索すれば借りれますが、郊外キャンパスからその車で運んできて本を借りるっていう、本だけ田舎っていう大学結構あるんですよ。で別にそういう大学を悪く言うつもりはありません。大学自体に蔵床はあるんですからね。ただ僕が好きじゃないっていうだけです。はい意外といろんな大学にあります。本だけ郊外。3つ目、電子化と称して、 蔵書が極端に少ない新しくできたキャンパスとかで図書館が殺風景なコンピューター室みたいになってるとこあるんですね本棚がないんですよ本が全くない図書館っていう大学が結構現れてるあるいはほんのちょっとだけあるでそれは電子図書館なんで紙の本はありませんっていう大学ですねあの別にそういう大学を否定はしませんあとそういうい大学大体 伝統的なキャンパスのの方は紙の本がぎっしりありあますが新しいキャンパスなんかで電子図書館と称してほとんど本がなく本を借りたければ検索したら本部のキャンパスからまた車で持ってきてくれるっていう図書館の大学がちょこちょこ登場しててその大学の方針は尊重しますが単に僕が好きじゃないということです。なので皆さんも大学見学に行ってほとんど本が置いてない電子図書館っていう大学があった場合は そそういういいい。大学が良い人はそこへ行ってください紙の本がしっかりある図書館が好きな人はそうじゃない大学やキャンパス行った方がいいかなと思いました。ということで開花率が低い本だけ公害移転電子化と称して極端に蔵書が少ない。 っていうのは僕が好きじゃないいですよっていうことなんで、まあ、大学選びの参考にしてくださいいろんな図書館を見学して、まあ、自分が使いやすいいいなと思った図書館のある大学を選ぶあとはねどことは言いませんけどキャンパスから図書館が離れてるあるあんですよ本部キャンパスからなぜか図書館だけ歩いて5分のちょっと遠いところ微妙に嫌ですよねあとは大学が広すぎて 自分が授業を受ける校舎から図書館がむちゃくちゃ遠いとかですねただしおおむねいわゆる旧定代の図書館は最高です学部ごとに図書館があったりしますからね経済学部図書館とか数学図書館とかねあとはねそうですね早稲田大学の文学部が細かく専攻ごとに図書室を持っていたりこれ中央大学も良かったですねということで結構図書館はいい悪いがあるんですよ なのであなたに合ったいい図書館がある大学を自分でいろんな大学を見学して選んでほしいと思います。でダメな図書館とは言いましたけどこれは好き嫌いでくれぐれもそういう大学を否定してるわけじゃないですからね好き嫌いの問題です。ということでダメな図書館三つでした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。またメガスタのラインにご登録いただいた方には。 大学受験に役立つ特別なプレゼントを進呈します。